さんこんにちは、おせです。3月の24日水曜日に行われました琉球ゴールデンキングス対信州ブレイブウォリアーズ戦ですけども、結果としまして82対60で琉球ゴールデンキングスが快勝しました。今回並里選手と小野寺選手が欠場する最中、見事団結の力で勝利しました琉球ゴールデンキングス。また今回の試合の感想を述べていきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回アウェーにて行われました信州戦、並里選手と小野寺選手が欠場し10人で挑むことになりました。こちらの試合前半で琉球が完全に主導権を握ったなと思います。前半だけでね、まずはドゥエン・エヴァンス選手もう大暴れです。前半で21得点獲得し、相手選手のアタックに対してもディフェンスをハードにこなすというプレーを遂行してくれました。ドゥエン・エヴァンス選手だけではなくて、やっぱりオフェンスディフェンス面でのリバウンドでジャック・クーリー選手だったり、あとはゲームメイクで岸本選手中心に岸本選手、ウニュー選手、そして石崎選手も出場し、プレータイムをなるべく減らせれたっていうところがまず今回の試合の良かった点だなと思います。ドゥエン・エヴァンス選手のこの得点力、外からでも中からのカットインでも文句なしに決めてくれて、やっぱ琉球がとても楽な展開になったと思います。前半第1クォーターで24対9と大きくリードを突き放しましたので、琉球も精神的には楽にはなった前半かなと思います。それでも今回の試合で全般的にちょっと気になったのが、お互いちょっとターンオーバーが多かったかなと思います。琉球もちょっと連携ミスっていうのが細々ありまして、それで相手ボールになったりとかして、もったいないプレーっていうのも多々ございました。それは逆に信州ももったいないプレーっていうのも何個かありまして、そこの隙をついて琉球が信州ターンオーバーからの点数を決めるという展開が、琉球にとっても前半いい追い風にはなりました。そして琉球と信州で前半の入りでやっぱ違った点が、中で寄せてディフェンスができてたかどうか。琉球は外国人選手がインサイドでプレーしたら、日本人選手2人がかりでも止めるという、ハードなプレーを行いましたので、ウェイン・マーシャル選手という大きな選手が中でプレーしようとしたら、逆に田代選手だったりフニュー選手だったりがこう一気に詰めて、日本人選手でもウェイン・マーシャル選手からボールを奪っての、また琉球のまたチャンスを生むということがございました。逆に琉球がインサイドでプレーをしてる時に、わずかなディフェンスの穴をついて、そこを琉球がミスマッチをついてまたシュートを決める、ここが前半の琉球と信州の大きな差になったかなと思います。その差があったので、前半が43対22という一気に20点差以上つけてのクォーターになったんですけども、第3クォーターで流れは1回信州に変わります。信州がこのハーフタイムの間でディフェンスの修正というのを行ってきまして、今度は堅守というのを3クォーターできっちり見せてくれました。琉球のオフェンスがちょっともたついたりバタバタしてしまって、連携ミスだったりターンオーバーだったりがちょっと続いてしまって、3クォーターだけの点数で見たら琉球が11点の信州が15点、これでちょっと信州が流れを取り戻したと、本来の信州のプレーが出たクォーターになったと思います。けれども4クォーター、琉球もね、このままずるずる引っ張られるっていうこともなくて、今村選手とフニュー選手の連続得点で再び点差を引き離せれたんが、4クォーターのこの入りが、琉球にとっても4クォータープレーしやすいクォーターになったのではないかと思います。途中出場の西山選手にこのクォーターだけで12得点ちょっと入れられるという点もあったんですけども、クーリー選手、今村選手、フニュー選手がコンスタントに点を入れてくれて、最後は石崎選手のディープ3でとどめの一撃を刺して、無事初めての信州のアウェーでの戦いは勝利することができました。これで通算3勝1敗で、信州に勝ち越すこともできて、これでまたマジックをまず1つ減らすことができました。そして別会場でこれまた激アツな展開が、なんと広島対三河で広島が三河を破るというジャイアントキリングを起こしてくれました。ちょっと試合もねチラッと見たんですけども、やっぱトーマス・ケネディ選手中心に点を重ねていって、最後広島がこの三河に逃げ切って2点差で勝利、つまり三河が敗北しましたので、これでまたマジック1つ減って、ついにマジックが9に1桁になりました。いや、このね
広島の勝利ってね、琉球にとってはもう大チャンスの一つになりますので、まあ、これで琉球と三河の差がまたゲーム差離れます。そして2位3位4位の三河大阪名古屋の熾烈な2位3位争いが面白くなってきたなと思います。まあ、当然琉球の優勝っていうのが第一で見ないといけないんですけども、やっぱ西地区の2位と3位がもしかしたらこのチャンピオンシップのセミファイナルファイナルで当たる可能性っていうのもありえますので、まあ、どこが来ても強いっちゃ強いんですけども、まあ、西地区の2位と3位っていうのもこのチャンピオンシップに関わることですので、まあ、こちらの2位3位争いもとてもとても面白くなってきたなと思います。果たして三河が逃げ切れるのか、大阪名古屋が追い上げるのか、それもまた楽しみですが、まあ、まずはね琉球のマジックが1日で2位も減りましたので、また琉球のまた優勝がさらに近づいたことはまあ喜ばしい限りであります。そして次回がホームにて行われます千葉ジェッツとの戦い、これまた東地区のね強豪との対戦になってきますので、ここを乗り切れるかがこれまた優勝へのまた大きな一歩になるのではないかと思います。しかしながら今回アウェーの千葉戦と大きく違う点が、琉球のファンタジスタ並里成人選手が欠場してしまうということであります。そしてもしかしたらちょっと小野寺選手の体調コンディションが戻らなければ再び10人で千葉ジェッツを迎え撃たないといけませんので、果たしてこの千葉ジェッツ戦がどうなっていくかっていうのも非常に気になるところであります。千葉ジェッツ強力なオフェンスディフェンスを備えたチームでございますので、また琉球が団結の力を持ってチーム一丸となって千葉ジェッツに挑み勝利してほしいなと思います。まあ、そのためには当然応援は全力で頑張らないといけませんので、応援を引き続き頑張っていきます。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。